2本目のゲームは、こちらダイスンキーになります。ジャンルはボードゲームで、対人ボードゲームですね。1v1 の、ボードゲームになってます。でボードゲームしながら、あらかじめ組んでおいたデッキを使ってカードバトルするという、はい。ご存知の方はご存知かと思いますけど、このゲーム、もともとはキックスターター2014年からスタートしておりまして、その時の時点で結構パロディーたくさんやるよって形で書いてるんですけど、まあ、のオープニングからこれですよ。で世界も中津国ですね。ミドルアースじゃなくてミドルボードですからね。という形でテキストもですね、イラストも、演出も、いろんなところでパロディーがたくさん入ってるっていう風な、ゲームとなってます。で2014年の頃はキックスターターやったんだけど、まあ、キックスターターで、お金集めるの失敗して、でそこで、まあ、くじけずに、ゲームを作成し、2015年の確か10月あたりからアーリーアクセス開始。で当初は20ドルで、定価20ドルのところを 75% の5ドルでアーリーアクセススタートしますよ。で、バージョンが上がっていくのにアーリーアクセスを 50% オフ、25% オフって形でどんどん値段が上がりますよって話をしてまして、最終的には、定価20ドルから15ドルにして、販売しております。ダイスニキーザ・ロード・オブ・ダイスって形ですね。まあいろいろとツッコミとかあるんですけど、オープンワールド・ワナビ・カード・ボイルド・ゲームとかね、ワナビーとか言ったりとかさ、ハード・ボイルドってカード・ボイルドって言ったりとかね、この辺になんか知らんけど、親指立ってグッジョブしてるですね、サイボーグっぽい人がいたりとかですね、まあいろいろとなんかツッコミところあるんですけど、まあその辺はとりあえず全部、すっ飛ばします。いちいち突っ込んでると体が持たんのよ、このゲーム。カード、ボイルドは嫌いじゃないセンス。で、このゲーム実はマルチプレイありません。このゲームマルチないからかもしれないけど、クソ強いカードばっかでパワープレイになりがちなんだけど。実際そうです。マルチプレイは存在しません。このゲームシングルプレイです。シングルプレイ、マルチプレイを作ろうとしてたんですけど、マッチングなりトークを考えていくと、そういうのに手間かけるんだったら、今ある予算で最高のシングルプレイ体験を作りたいっていう形で、最高のシングルプレイ体験を作った結果がこれですよ。どこかで見たようなことのある、なんか施設がたくさん並んでますね。これとかね。どこかで見たような施設がたくさん並んでます。でもこの時点でもうそろそろ薄々分かってると思いますけど、大体そういう感じのゲームです。てかこのドナルド・スレイヤーもさ、もともと名前がドナルド・シュワルツネッガーっていう名前だったんで。まあいろいろと思うとこある感じのゲームです。じゃあ実際にゲームの方やっていきましょう。どこがいいかな？まあ一通りもうクリアしちゃったんだよな。で、今のところ星3取れてないっていうのが大抵ボス戦だからすげえしんどいんだよな。ボス戦はちょっと、正直、なんていうか、みんなで、あいつら本当はアーノルドいじりたがるな。まあ、まあ、シュウチ、シュワちゃんみんな好きだからね。では早速、ワンプレイ、試しやってみましょう。多分ゲームのプレイを、見てもらった方がどんなゲームかってわかりやすいと思う。こんなゲームです。はい。なるほどね。南の方にお住まいだから、サウザンで、なんか十字量的な流れでクロスなんだよなっていう、結果、サザンクロスって名前になって、これ死んじゃねえかっていうツッコミが入る感じの、生き物が。そうですね。TRF っぽいですね。北斗の拳のダークアウェイク。確かに確かに。もう笑い方もクハハハハハって形で、もう本当なんていうかそういう感じのもう先ほどの見てもらった通りの感じの爆制覇打ったりもしますし、ガーキャン狩り転生十字砲も出したりします。で、まあイラストそのものも結構パロディやってるんですけど、ちゃんとテキストの方もですね、きっちりとパロディがたくさん入ってます。というか、さすがにロックペーパーショットガンとかいうふうに言うもどうかなと思ったよ。そこまでしてこびんなよっていう。普通に怒られそう。まあ多分、見つかって怒られるタイプのゲームですね。大体この画面の時点で見つかって怒られるタイプのゲームだと思うんよ。
なんだろう、これカルドでセプトすんのかなみたいな感じの。あ、どうしよう、指定が最初いるな。アタック上げるか。2014年にスタートした時点から、すでにこの UI は完成しました。カルトセプトです。とにかくこいつはカルトセプトが作りたかったらしい。で、カルトセプトっぽい見た目でいろいろとゲームを作ろうとしたんですけど、2014年の頃は、協力型の、ボードゲームで、みんなで頑張ってレベル上げてボス倒そうっていう感じのゲームになってました。2015年のアーリーアクセススタートした時点では、ハースストーンになりました。基本的には、ハースストーンにボードがついたもんだと思ってください。この相手の、じゃあ僕の今顔が映ってるから。いや、本人たちはまだカルトセプトとまでは言ってない。カルトセプトまでは、言ってないんですけど、まあこれ見たらカルトセプトでわかるやろっていう話でさ。んでまあ、カードもこんな感じで、どこかで見たような感じの、カードがたくさんありますし視野のこのキャラクターのトークンじゃなくて何だったっけこれ、ミニチュアっていうんだったっけ、キャラクターの顔の像だけじゃなくてですね、この背景の方にもいろいろとこだわりがこだわりもクソもないやろっていう感じの造形がたくさんありますけど、このなんていうか北の方の人がよくやる感じのタッチポーズとか、この辺の、なんかもう週埋まってるやん、これ。っていう見栄えとか、そんな感じのゲームです。やってることがハースストーンです。毎ターン毎ターンアクションポイントが増えます。で、最大7ポイント。キャラクターによっては10ポイントまで増えますけど。で、アクションポイントを消費して、カードを使って、そして相手のライフを先ゼロにすれば勝利っていう感じのゲームになってます。じゃあ、とりあえず、アタック3なので、まずこのカード、一撃を使って、同じ場所にいるすべての敵にヒーローの攻撃分ダメージを与える。で、カードをドローするときはお金を消費します。アーリーアクセス中は50ゴールドでしたけど、今回は、20ゴールドでカードが引けるっていうすごいお得な内容になってます。で、サイコロ振って、カードを使って、カードは、アクションポイントがなくなるまで、使えます。で、サイコロを振って移動するのは1回だけっていう感じのゲーム。で、大体カード引いて、カード使って、でサイコロ振ってもう1回動いた先でカードを使って、それでゲーム終了っていう感じのゲームですね。で、毎ターン毎ターン、中立のミニオンが勝手に発生します。で、中立のミニオンは、倒すとお金が手に入りますけど、敵のミニオンは倒すとお金が手に入りません。なんで、中立のミニオンきっちりと買っていかないとお金が減っていくって形なんですけど、一周回ると100ゴールド手に入って、100ゴールド手に入るイコール、5枚カードが引けるので、ぶっちゃけお金がなくなるってことはまず存在しません。どんなゲームバランスだよ。で、カードはスキルとミニオンの2種類。で、ミニオンは置くと、このフィールド上、ボード上にミニオンを置く形になります。で、そこのミニオンがいるところに止まった、人は、戦闘が発生します。こんな形で。で、ヒットポイント分だけ、ダメージ与えるって形になってますね。あー、AP さんか。どうしよう。分隊長使うか。ダメージ4やしな、結構でかいし、なんかカード引けるかな。これは、まあ温存かな。店の主、置くとヒットポイント3回復。1周回るごとに3回復するって言ってるんだけど、ぶっちゃけ、1周回んなくても出した時点で3ポイント回復がすげえでかいんだよね。で、各キャラクターごとに、特殊能力。そうそう、割とリッチやねん、その辺が。ていうか、イラストレーター描いた人がほんまにもうお前らサウザー履きたかったんやっていう感じの。まあ、声は、源田鉄章が喋るわけじゃないんですけど。あ、ここ注目ね。ワープするときのそのワープの演出がさ。あ、ここは違ったか。
ワープの演出が、インターステラリアだって、なんだったっけ、あの、どっかの映画でみたいな感じでワープの、演出があったりもします。カードパワーは全体的に高いです。お金払ってカードを買うっていうゲームじゃないから、ある程度最初から、カードパワーになるカードがたくさん揃ってる形になってます。分隊長を設置すると、自分と、周囲にいるミニオンのヒットポイントに上げるっていうとんでもないカード。で、敵ユニットは、それぞれ、どれも大抵カード性能おかしい。うん、かなりカードパワー高いです。カードパワーで殴り合うゲームですね。なんでカルトセプトと比べてだいぶゲームが早く終わる。このゲーム意外とユーザーインターフェースでしっかりできてるのよ。相手が韓国のデブかビジュアルいいね相手が使ったカードなり相手出てきたカードっていうの大抵ログに残ってて、でその文字に合わせるとカードが見れるって形になってるのよ。そこが結構親切設計。よっしゃ、分隊長殴られろ。これヒットポイントポンそのままダメージ当たるが結構でかいんだよね、ダメージの交換が。あ、そっち置くか。じゃあ次のターン使うっていう前提で攻撃力上げとくか。でサイコロ振ってると当然のごとくボードの都合によってはカードが使えないという状況が発生します。でそういう時にために AP をとりあえず消費して、アクションを行うっていうそのパーソナル AP パーソナルアクションと、そして装備品っていう枠があります。装備品っていう枠は別に基本的に何でもカードを使えます。あらかじめカードのコストを先払いして後で使うっていう形ですね。一部のカードは装備中に効果を発生します。これの AI ウェポンっていうあのトールハンマー、ミョルニルだったら、装備していると一旦ごとに、攻撃力が1点ずつ上がっていくっていう形です。なんで俺の時だけ発生せえへんねん。でユニットによっては裏切りやすさっていうのが存在します。カード合わせた時に、チェンジオブハイアリング、雇えるかどうかっていうのがあって、この雇える確率が、高ければ高いほど、雇いやすくなるっていう風な作りになってます。次制定した次制定見かけた殺そう。あ、止まらなかった。死ぬんじゃんこいつ。次ターン殺せるな普通に。あ、こっち来た。あ、死んだ、ごめん。という形でカルトセフトっぽい見た目なんですけど、ヒットポイントってのは基本的に減っていく一方で増えないの上に、結構このゲーム火力が高いんで 10分弱でゲームが終わります。Oh, he has something. He has so, so weak. Oh my, you are touch. お前は私に触れることはできない。Oh, suck. Oh, you suck. You will what? What a throw on you. 7 point って形で、どっかで聞いたような感じのゲームシステムが出てきますし、The Lord Keep Moving Forward っていう形で、帝王に逃走はないのだみたいな形を言って逃げます。という形で、意外とこの辺のテキストの部分もかなり小ネタが多いんよ。金が手に入った。という感じで、カルトセプトっぽい見た目なんですけど、一戦一戦はすごい短いです。まあ、ハースストーンと比べたら長いっていう部分はありますけど、逆に言うと、ハースストーンのシステムを使ってカルトセプトっぽい、カルトセプトっぽい、ルールが遊べるっていうのが作りになってますね。どっちを作りたかったのかって言われると、まあ、そんまそれな、うん。
あのこういうのとかね、あのイモータルジョーとかね、お前そのままやんけっていうキャラクターがいたりとかですね。あとあの鈴木土下座もビーホールダーとかなりですね、あの鈴木土下座もんとかですね、いろいろ名前変わってるビーホールダーさんですけど、このゲームではあのビアーホルダーになってますとかまあドクターライトって言ってるんだけど、どう見てもこれ毒だろこれっていう、毒なのかドクターライトなのかはっきりしょっていう感じの生き物がいたりとかですね。まあエージェントスミスとかね、ダーレクトならぬターレクとかね、いろいろとこのどっかで見たことあるようなやつらばっかりが出てきます。最初の方はちゃんとファンタジーしてるんで、この辺はまだ言ったらさ、アーリーアクセスのベータ1なりその辺の時期かなは割と真面目に作ってたんだけど、シングルプレイに特化するって言い出してからもう散々やりたいことこいつら全部やりきったって形ですねで、意外とこういうパロディだけじゃなくて、このパロディでもアクション中のそのイラストが用意されていたりと、結構芸が細かいです。だからパロディなんだけどちゃんと丁寧に、思ったより丁寧に作っているパロディですし、ゲームを展開するのは結構王道のファンタジーになってます。王道のファンタジーとか言ってね、こういうもんがあって王道のファンタジーとか言ってどうかなと思って、デッドスターとかで、ね、まあいろいろとあるんですけど、このダークシリアスならにですね、デッドシリアスとかで、ね、いろいろともうこのそれっぽい気分がたくさんいるんですけど、まあ、パロディを連発しながらも一応ストーリーは王道の、まあ、笑いあり、笑いはずっとあるな、まあ、戦いあり涙あり激闘あり で最後に、まあ、世界の平和を救う、世界を救うっていう感じの、物語が楽しめる形になってます。韓国の国民性を反映したまあ、その辺の、まあ、国の値段に関してはちょっとあまり言わないようにしてます。僕個人としてはこのゲーム結構高く評価してるわけじゃないんですけど、まあ、好きなゲームであるので、これを真面目に、これは本当すごいいいゲームですよっていうと人格疑われるのわかるから、こっそりと遊ぶ分には最高のゲームあまり人にはおすすめしづらいゲームですねと、まあ一戦一戦もそれほど長くないですし、まあ全部合わせて多分6時間か7時間ぐらいすれば普通にストーリーモードはクリアできると思います。で、他のサブクエストも合わせても多分、1時間足して7時間ぐらいあれば、ゲームでクリアできるって形かな。まあとにかくなんていうか、やりたいことやりきったって感じに関してちゃんと評価してあげたいなと思う。うん。まあ、砂数、メタルギア、ゾンビがどうこう言うつもりはないんですけど、まあ、それよりは割と高い志、このゲームの方がまだ高い志があるんじゃないのかなと思ったりする。トルネコール、わら。ね、これもゴールデンアックスにいた、マジックポーション運んでるゴブリンだしね。こういう細かいネタがほんまにたくさんあるので、ナード認定検定のノリで楽しんでいただけるとすごく楽しめます。あー、これ知ってる知ってるってやつがほんとたくさんあるんで。ただネタはかなりマニアックです。正直、僕でも多分7割か8割ぐらいまでしかわかりませんでした。し、僕がそれだったら多分他の普通にゲームが、これなんか多分あると思うんやけんな。てかこのゲームで元ネタない方を探すのが難しいからね。でカードについてはゲームをクリアした時のジェムを使ってこう購入するって形になってます。でカードに関しては各クラス、ウォリアー、ウィザード、ローグ、クレリックが使える特別なカードと、全員が使えるコモンの、コモンのカードになってます。特にレアリティはありませんので、ハースストーンみたいにですね、レアリティ高いカードを突っ込んでそれで戦うという感じのゲームではないですし、まあ、シングルプレイやってて特にレアリティ高いだけのゲームのカードに殴られて死ぬっていうこともありませんので、ご安心ください。まあ、正直のところで言うと、その辺のハースストーン系統っていうと、そのレアリティの高さにぶん殴られて終わるっていう状況が多いんでまあそれをシングルプレイに特化したことによって、その部分に関してはある程度保証されてると言っても間違いないでしょう。あと全体的にカードパワー高いしね、防体ファイターとかで、ね、でこの辺のミニオンとスペル
を、いろいろとお金を払って買っていく、形になります。あ、俺これ持ってないわ。前から欲しかったんや。内面の部屋も欲しいな。なんで一通りカード全部集めきるまでは遊べる形になってますから、そんなにそのゲーム終わった後もやることないっていう、とりあえずストーリー全部クリアしたら、まあ、飽きるまで遊べるって形ですかね。でその後もうちょっとなんていうかカードのまだ手にしていないカードを買い集めるっていう風な、遊びがちょっと続いたりはします。スキルカードであれだ、ゲームが出ないな、なかなか。まあ、このリフレッシュっていうボタンを基本的にタダで押せるので、何回も押し回ってもいいんですけどね。で、パーティーのクラスは、3種類、あ、で、4種類、ウォリアーの場合だったら、ウォリアー、ローグ、ウィザード、クレリックがいますけど、今回のゲームでは、やたらとローグばっかり揃ってる形になってます。実は主人公を最初クラス4つ選べて、その主人公のクラス変えると手に入る仲間が変わります。ので、もうそこまでして遊びたいかっていうとそうでもないんだけどね。ウォリアーの場合だったら1周ボーナスが、100ゴールドと、そして、戦闘力が1プラス、そして、防御が、2点防御つく。ウィザードの場合だったら、50ゴールドしかもらえないんだけど、アクションポイントが1ポイント増える。で、最大10ポイントまで増える。だからカードを1枚引けるって形ですね。クレリックの場合だったら、50ゴールドと、ボード中に配置したすべての、自分のミニオンが、レベル1点。まあ、攻撃力イコール、ヒットポイントが1点ずつ増える。だからローグの場合だったら、1周、すると150ゴールドと、次の戦闘まで、攻撃力3点プラスで、ローグは3種類いてそれぞれ、固有のスキルが違う形になってます。なので違う主人公で始めるとまた違うアビリティが使えるって形になってますけど、そこまで違う主人公を使いたいかって気持ちがあったりはする。各クラスの紹介に行きましょう。ウォリアーの場合は、固有スキルが基本的には接近戦になっています。直接、次の戦闘までプラス3点上げるっていうカードでから、プラス3点上げたカードなり、3マス前に移動して、ね、その間にいる敵とヒーロー全てに攻撃力分だけダメージ与えるなりですね、ライン上の、どこか任意の場所に、ジャンプして、このジャンプした時点での、ヒーローと敵に攻撃力分ダメージ与えるという形で、自身の攻撃力を参照した、白兵戦のダメージ、白兵戦でダメージが取れる、カードがたくさん揃ってます。また自身の攻撃力を参照せず、自分のいるところと周囲、1マスずつの、合計3マスに4点ダメージっていうトリプルラリアット、これも強力ですね。なんでウォリアーの基本戦術は、相手に近づくっていうか、攻撃しながら移動できるってカード持ってるんだから、こいつが一番強いです。ぶっちゃけ最初ウォリアー選んで一通りクリアしたらそれでいいです。ひたすら、自分の攻撃力を何らかの方法で上げまくって、そして、フログスプラッシュなり、チキンランでダメージ与えて、さらにダメージ与えた後一系で殴って、でさらにトリプルラリアットを放せば相手のダメージ20点ぐらいすぐダメージ取れます。で、スペルも強力でした。なかなか、ミニオンも全部強力です。レベル1からかなり使い勝手のいい、ミニオンがたくさん揃ってます。2点の方が分かりやすいかな。特にウォリアーの場合だったら、なんでお前がこれ持ってんだよってレベルのやつが、して、ヘンチマン。
召喚すると、自分のヒーローが一時的に上がった攻撃力分ミニオンのレベル、イコールヒットポイントイコール攻撃力が増える。なんでウォリアーって基本的に自分の攻撃力を一時的にガンガン上げれる、キャラクターなんで、そいつがヘンチマンを置くと、そのヘンチマンも攻撃力20とかいう風なアホみたいなヘンチマンが発生します。お前ちょっと手加減しろっていうレベルのやつが出てきます。で、まあハースストーンと同様にタウント能力がついたやつもいます。タウント能力がついてるやつはそこにのマスに必ず止まるってやつですね。まあハースストーンなり、スタークルセンダーシャドーバースなりいろんな書き方されてますけど、まあ大体防衛能力が、今回ではタウントになってます。絶対止まるってやつですね。どっかで見たようなキャラクターたくさんいますけど、これに関しては後で触れるんで、どっかで見たようなキャラクターたくさん出てくるんですけど、これに関しては後で触れるんで、ほっといてください。とりあえず喋ると長い。この辺とかね。こういう、まあぶっちゃけカードそのものの能力も強力なカードが多くて、なかなか見てて楽しい、こういうのとかね。こういう人確かホワイトランみたいなみたいな感じのキャラクターがたくさん出てきます。こういうのとかね。まあまあそれは置いといて、ウィザードの場合は、どちらかっていうとさっきのファイターが接近戦近づいて自分の攻撃力分ダメージ与えるっていうカードが多かったんですけど、ウィザードの場合は、まあ、ファイターが一番強いんでファイター使えば間違いなく、一発で全部クリアできると思うんですが、一応他のクラスも紹介しておきます。ウィザードは、いった遠距離攻撃です。指定した、人の場所に対して2点ダメージなりですね、直接火力が出せるってキャラクターになってます。すべての敵に1点ダメージとか、3スペース以内にいる、選択したマスに4点ダメージ与えて、さらにランダムでどっか2箇所にもダメージ与えるっていう、選択したすべての、キャラクターに2点ダメージ与えるなりですね。メテオストームだったら、AP7 ポイント、使うんですけど、選択したスペース、その 2スペース、イコール、5マスに対して4点ダメージ、なりですね。選択したマスとその周囲1マス、言ったら、3マスに対して3点ダメージ。ドライユ、ヒーローと同じラインにいる全ての敵5点ダメージ、なりです。かなり火力が高いです。配信を開始しました。ただまあ、皆さんそろそろ、お気づき通りなんですけど、ファイターと比べてはるかに火力低いんよね。てかファイターの火力がでかすぎるんだよ。ファイターしか人権ねえじゃんってこのゲームっていう形なんだけど、一応そのウィザード持ち使うんだったら、相手を動かすタイプのカードなりですね、自分が動くタイプのカードを持っておいた方がいいです。壊れたコンパス、ムーンウォーク、紐のし、ステップバイステップなりを使って、無理やり相手なり、自分を動かして、ワープゾーンとかポータルですね。ワープゾーンがそのままポータルのポータルになってるっていうのはどうなのかなと思うんだけど、まあまあそういうゲームだからしゃあないよねって話で、つきますが、相手から逃げれるようなカード、移動カードを手にしておいて、ね、それで相手から、まあ特にファイターですね。ファイター対策で言うと、ファイターから距離離して、常にマジックミサイルなり、とにかくカードをバンバン使いまくる。んで、ウィザードに関してはカードかなり引きやすいんだよ。具体的に言うとこれがある。ブレインバースト。この構図どっかで見たことあるなって感じの、マジックザギャラリングで見たことあるようなカードだなっていう。でもこれどっちかっていうとシルクを、ちゃうわ、これ、なんなかったっけか、アンシェンリーイコールじゃないの、確かカード引くタイプのカード、確かこういう青のカードがあったはずなのに、思い出せん。
マジックハックでもないし、シルクロブマインドでもないし、なんだったろう。熟語だったかな、確かカードを確か引くタイプの青のカードがあったはずだよ、ね、と構図全く一緒という形でかなり、まあ、知ってると楽しいっていうか、あのオタク知識の幅が広いんよこのゲーム。とにかくアウトしてインして、ローグの場合、ローグ固有のスペルは、どちらかっていうと、ボードコントロール と、ハンドコントロールです。相手から直接金盗んだり、相手から直接カード盗んだり、相手の今空き地になってる、ボードに、レベル1の、部下ですね、ならず者を召喚したりですね。で、で、ならず者を置いた後に、この自分のミニオンを自爆させて同じラインにいる全ての敵に3点ダメージになりですね、自分のミニオンがいるラインにいる敵のヒーローに3点ダメージって形で、自分のヒーローに自分のミニオンがいる場所に、自分のミニオンがいる場所を参照とした、まあ、ダメージが取れるカードがあったりします。ただまあ具体的に言うとやっぱボードコントロールですね。という感じだとだいぶ強そうなんですが、ローグ。それでもやっぱウォリアーの火力、ウォリアーはあの1ターンで20点取れるんで、はっきり言ってこのゲームウォリアー以外全員甘いです。ぶっちゃけマルチプレイするんだったらウォリアーだいぶ弱くしないとゲームにならない。っていうぐらいウォリアーは強い。で、ローグはどちらかというとハンドコントロールかミニオンコントロール、ボードコントロールのどちらかに、なる形ですね。この、ローグ専用の、ミニオンでも、設置すると周り1スペースが空いてたら、部下をレベル1の部下が呼べるっていう形で、かなり、っていうかぶっちゃけこのカードなりですね、まあ、盗賊注意のカードで置いた後にこの風の精霊を置いてレベル1全部上げてもいいし、あらかじめ光の精霊を置いた後にですね、ボードコントロールすればですね、あっという間にこいつらがレベル8とかレベル10とかに上がるっていうとんでもないカードになってます。全体的にカードが強すぎるんよねローグは、まあ、広範囲のボードコントロールなりハンドコントロールなりを行うっていう感じのキャラクターになってます。なんで、ミニオンでチクチクとダメージ取っていくって形ですね。ただ基本的にファイターに近寄られると死ぬので、ファイターを使っている人以外は基本的には何らかの移動カードを持たなくちゃいけません。てかファイターのチキンランとフラッシュスプラッシュがでかすぎんねんな。これマルチやったらバランス取れてたのかな。全然無理。ファイターもっと弱くせなか。ファイターが強すぎて全然バランス取れてない。で最後にクレリック、クレリックは、先ほどのローグと同様にボードコントロールに、属しますが、ボードコントロールなんだっけ、ミニオンの保護とミニオンの育成の方が強いですね。ローグの場合はボードコントロールでどちらかというとボード、空いてるボードを先に占有したり、ミニオンを、除去したりでダメージ与えることが多いんですけど、クレリックの場合は、一体一体をきっちり育てていくタイプの、キャラクターになってます。今仲間に入ってるやつでも、やつのパーソナルアクションが、ミニオンのヒットポイント2点回復って形なんで、基本的にはミニオンをきっちりと守っていくっていう感じのキャラクターですね。これ分かりづらいな。まあ、これとか分かりやすいですね。ピースメーカー。すべてのミニオンの中立性、すべてのミニオンの、買収確率、止まった時に、お金払ってこっちに転向できるかどうかっていう確率を 50% に変更する。これで相手のミニオンだろうが何だろうが、全部、買収確率 50% にして、止まった時に運ゲーするって形ですね。
あと、墓にいるレベル3以上の、ランダムなミニオンを、選択肢スペースに召喚するっていう、直接ミニオン引っ張ってこれるカードがあったり。後ろに角持ってんですが、どこのが引いてしょう、笑。うん、これを結構高度なネタではありますね。シビライゼーション1のブチ切れガンジーが核ミサイル撃ってるっていうシーンでピースメーカーって名乗ってあたりでかなりわかってる。で、フレリックの場合はどちらかガンジーにかよ。ガンジー安いで。で、どちらかっていうとクレリックの場合は こういうタウント能力ついてる、カードを置いて、そのタウント能力ついてるカードの、クリーチャーを守ってこいつらで確実にダメージ取っていくって形ですね。クレリックのカードが頭おかしいって思うんが、どこだったっけ、あれどこやったっけ、確かクレリック、あ、これもおかしいけんな、使うとミニオンのレベルが2ポイント上がって、さらに自分のヒーローに、防御が2点つくっていう、これ選択した味方のミニオンのレベルを2倍にする経度が当たったアクションポイント3点使えるので、とまずタウントカードをタウント能力ついてミニオンを置いて、この力乗りを連発するだけで、あっという間にアホみたいな、レベルに上がります。で、さらにこの、大天使のカードじゃなくて、大天使じゃねえよ、どれだったっけ、守護天使か、守護天使のカードを置くと同じラインにいる他の味方のミニオンは全て、スペルカードからダメージ無視するっていうのがあるので、ファイターの、チキンランとかでも、このカードさえ置いておけば、ダメージを免れるっていう形になってます。なので専用のクリーチャーそのものも、言ったら、今いるクリーチャーを守るタイプのカードが多いんで、今いるクリーチャーをきっちりと守っていって、そして、まあ主にタウント能力を使ってガンガンと削っていくって形ですね。まあこいつがちゃんと韓国国内向けの小ネタが全くないのが面白い。そう、中国ネタはあんまないですね、その点で言うと。と、まあ、このような形で、4種族いるんですが、基本的にファイターが死ぬほど強いです。ファイター以外人権ないやんけってぐらい強いです。他のキャラクター選んで遊ぶときっていうのは、ほとんどハードモードだと、ハードモードとだと割り切って遊べばいいでしょう。で、意外とこの辺で、カードパワー、まあ、かなりカードシナジーが、わかりやすいカードがたくさん揃ってて、で、まあ、カルトセプトみたいな感じの、ボードコントロールしながら、まあ、ハースストーンみたいにお互いに殴り合うっていう感じの、まあ、カルトセプトっぽい見た目のハースストーンって言っちゃえばそのままなんだけど、それにしても、パーソナルアクションなりですね、装備品という形で、ボードの都合によってはカードなり使えないっていう時に、ターンを無駄にするのなく、装備品の枠を使ってうまいことやりくりするっていう風な、このゲームを、まあ、アーリーアクセス中の後で追加された機能なんで、まあ、後で要望があってつけたっていう形になってると思うんだけど、うまくフィードバックも取り入れて作ってるので、言うほど、なんか見た目、見栄え、言うほど見る部分がないっていう、本当のカードゲームじゃないです。やってて意外と面白いですしね。で、まあ、問題はカードですよ。やはり問題カードです。ハイルヒドラーとかね、いろいろとやばいネタもあったりしますし、まあ、シェイクスピアっていうダメージスペルなりですね、いろいろと分かりやすいネタもあったりもします。この、お客様だよーっていうね、分かりやすいネタとかもあったりもします。いろいろと分かりやすいネタもたくさんあったりとかですね、ちゃんとオリジナリティ溢れたっていうか、まあ、ちゃんと自分のところで作ったキャラクターをちゃんとうまく、使った、カードとかもあったりします。けど、まあ、どちらかっていうと、まあ、ネタがこういう感じの、ネタがすごく多いです。こういうのとかね、いろいろと。なんで、まあ、カードも集めるのも結構楽しいですよ。これだけはちょっと元ネタわからへんねんな。内面の兵は。
まあ、ミニオン、今のこの辺の、まあ、最新のキャプテンアメリカで早速物議を醸し出したネタとかも、用意されてますので、割と知ってる人だったら、笑えるっていうか、まあ、など文化に関して明るい、ポップカルチャーに関して明るい人だったら、まあ、ある程度楽しめるかなっていう感じの小ネタがたくさんありますので、こういう小ネタをですね、いろいろと、まあ、こういうのとかね、まあ、見た感じほんまそのままの、そのままのネタも入ったりしますし、まあ、こういう本当にそのなんていうか見たままのなんかひねりも何もなかったんかなっていう、お前これ確かこれいたよねっていう、どっかのゲームにさっていう感じのキャラクターがたくさんいたりしますそういうのを見てあのニヤニヤと笑っていただくっていう感じの、ゲームになってますけど、基本的にクオリティは高いです。うん、この各、キャラクター通り、キャラクターごとにじゃあやられモーションがあったり攻撃モーションがあったりって形で細かく書いてるのはありますし、登場する、まあ、パロディーに、まあ、ほんとパロディー大作戦みたいな感じの、いろんなキャラクターもちゃんと、あ、こいつら本当楽しんで書いてるなっていうのが、分かるような、丁寧さでいろいろと書いてます。それに加えて、ゲームシステムも、まあ、言ったらそれほどハースストーンとカルドセフトを雑にくっつけましたよってわけじゃなくて、このゲームならでちゃんと考えて、なりに考えてちゃんと作ってる部分もありますし、ユーザーインターフェース全体も、不快感は特にないです。っていう部分で、単純にカードを集めてこのカードのこの元ネタなんだろうっていう風に調べるのも結構楽しいですし、まあ、カードの嘘みたいな、こういう嘘みたいな、このカード正直コスト3で売ってるのはおかしいと思うんやけどね。一周回ったら消える、一周回ったらミニオンが死ぬっていうのはあるんやけど、基本的に7点ダメージ、接近した時7点ダメージの火力やと思って割り切って使えば全く問題ないっていうところで、なんでこのカードが3点で打てるんだよって話でさ、ヒットポイント30しかないのにさ、なんで4分の1普通に奪えるようなキャラカードが普通に3点で打てんのっていうところで、まあいろいろと思うとこあるわけよ。使い捨て爆弾みたいですね。うん、ほんま、うん、ほんまそれと、まあこういう本当にあのいろんなとこに小ネタがあるので、その小ネタをですね、いちいち探していくのはすごく面白いですこれもね、そのショベルナイトなんかどうなんかいまいちよくわかんないタイプのネタである。これとかわかりやすい、ファイアフォックスどう見てもそれですねこれもよく見たらなんかのゲームでいそうな感じがするんだよな。何のゲームかわかんないんだけど、なんかどっかで見たことあるような感じがするような、せえへんようなっていう感じのキャラクターがいたり、という形で、あのカードそのものも結構見てるだけで楽しめるカードがあったりしますんで、その辺をいろいろと探していってくださいな。基本的には本当にあのこの人たちなんていうか、ナード文化を使ってパロディが作りたかったなっていうのはよくあるんだけど、このパロディだけで、あ、やりきったっていう感じじゃなくて、ちゃんと自分たち、まあちょっと言い訳っぽく聞こえると思うし、パロディが嫌いな人ってやっぱいるから強くは進めないんだけど、僕個人としてはすごく楽しめました。あのナード認定検定としても楽しめましたし、ゲームそのものも、シングルプレイは、すごく充実して遊びました。お前これ折ったらあかんやろみたいな感じのネタがたくさんあったりとかですね、テキストも、細かく読んでいくと、ここまでやられたら文句も言いづらいわ。まあ、そうはねんな、そのこのゲームルールもちゃんと面白いし、ユーザーインターフェースなんでもしっかり揃ってるし、まあアートワーク、もう絵の、まあ言った絵の品質も基本的に軒並み高いし、ちゃんと自分なりの絵柄を入れたままうまくパロディしてるっていう、このアートワーク担当の人のちゃんと個性がちゃんと光る、パロディもやってくれて、パロディやってくれてるっていう部分もあるので、結果としてなんか露骨なパロディの、露骨なパロディなんだけど、その露骨なパロディの粗雑さが、うまく払拭できてるかなと思います。さすがにお前そのままやろってやつ要素あるんですけどねっ
なんで、ワトソン風に言うともうほんとシャッポを脱ぐねっていうしか言いようがないっていう感じの、本当にやりきった感があって、そこを僕は高く評価してあげたい、ゲームの方になってます。で、お値段は15ドル。僕個人として全然、まあ、前から、僕個人としてアーリーアクセス、最初のアーリーアクセスで5ドルで買ったので、まあ文句は出ないとこあるんですけど、15ドルでこのゲーム買うとなると、ちょっといろいろと、まあどれだけ、パロディが好きかっていう部分でいろいろと分かれてくると思うから、おすすめは、まあもちろんセールになったら、お買い得だと思うんで、ぜひともご購入ほどよろしくお願いします。まあ、大体、休日1日丸々このゲームに費やせば、プレイできる形になってますし、ハースストーンなりでシャドーバースみたいな形で、レアリティの高いカードでぶん殴られて終わりみたいな感じのゲームもありませんし、今回ちょっと紹介しませんでしたが、ボスバトルはすごく緊張、ちょっとそれなりに、このゲームならではの、まあ、魅力がきちんと溢れてる、ゲームの方になってます。し、ストーリーもちゃんと、涙あり、決闘あり、そして、最終決戦ありで、まあ、スターウォーズなんですけど、スターウォーズっぽいキャラクターとスターウォーズっぽい、スーパーウェポンが出てきたりもしますけど、まあ、その辺差し引いても、結構楽しめるかなと。このカードもおかしいねんな。さっきのこの AP3 点で7点ダメージの爆弾よりははるかにマシにしても AP5 点で10点ダメージあかんやろっていうレベルのキャラクターとかいたりします。あと、ま、最初からある程度カードは揃ってるので、最初からもうカードパワー高い、カードでぶん殴れるところもありますし、そこからあと手に入るカードでも十分、強い、さらにもうちょっとだけパワーアップできる形かな。今僕だったら、メインっていうかもうほぼ、ファイターしか使ってないっていうか、もうファイター1体いれば全然間に合うんですけど、ファイターは基本的に接近戦で自分の攻撃力を参照して、ダメージ与えるって機会が多いんで、まず AI ウェポン、装備すると、毎ターン、一時的に攻撃力が1点増えるっていう、カードをとりあえず2枚入れて、伝説の剣もとりあえず、あ、じゃあ AI ウェポン1枚入れて、伝説の剣もとりあえず1枚入れて、この辺と、あとは、会場の声援これ2枚かな。安いから。置くだけで、1点。攻撃力手に入るってやつを入れといて、で、これらで、火力を上げておいた後、チキンランなり、フロッグスプラッシュ、移動しながら攻撃するっていうクソみたいなチート技。で、相手に無理やり近づいて、この一系を使って自分の攻撃力分の、ダメージをスペルカードで与えて、さらに、ダブルラリアットも決めるって形ですね。トリプルラリアットか、一応2枚入れてる。2枚、正直1枚でいいかなとかあるんだけど、2枚あった方が後半使いやすいかなってところあるかな。あとは先ほど言った、7点ダメージを1枚と、10点ダメージ1枚。ドレッドアーマーは置くだけで防御力5点手に入るっていうクソみたいなカードなんで、もちろん便利なんで入れてます。ヘンジマンは、このケースで言うと攻撃力を、カードでバンバン上げていくなり、パーソナルアクションでどんどん上げていくって形なんで、基本的に攻撃力が上がってる状態が多いので、ヘンチマン出しとく。で、一応ある程度は、ミニオンが入ってるから、入ってるんだけど、ミニオン主体ってわけじゃないので、分隊長、置くだけで、周囲にミニオンがいれば、レベルが2点上がるっていうクソみたいなカード。たった、コスト3のくせに、レベル6で登場するっていうクソみたいなカードの、それほどミニオンがいないから1枚だけにしてます。という形で、ある程度デフォルトからもうちょっとカードをいじって、キャラクターの立ち回りに合った、カードを組めば、より勝率が上がるって形になってますね。で、まあ、ここまでしなくても、普通にクリアできると思うけど、まあ、基本的にカードどんどん、強いんで、シナジーも高いんで、どんどんシナジーを、引き出して、さっさとクリアしてしまえばいいと思います。マルチプレイがあったら良かったのか、なかった方が良かったのか、という部分は結構難しいですけど、僕個人は、あろうがなかろうが関係なく、シングルプレイの出来が良かったんで、このゲームは素直に、おすすめをしています。で、マルチプレイ入れたおかげでシングルプレイがダメになるぐらいだったら、僕シングルプレイなしでもいいかなっていう感じはあったりしますね。マルチプレイなしでいいかなって思ったりしますんで、
どちらかというとシングルプレイ、一人で遊ぶ、てかこんなゲーム友達と遊ぶにしても、友達誰誘えばええねんっていう話で友達がいないってわけじゃないんですけど、このゲームを一緒に遊ぼうと思う友達がいるかどうかって言ったら多分いないと思うんだよねっていう点で、まあ一人で遊ぶよって形割り切ってので、まあシングルプレイに特化したおかげで、まあシングルプレイに体験が良くなってるんだったら、まあこれはこれで僕は正解かなっていう形で考えてます。まあアイキャッチとかこの辺結構イラスト可愛いのたくさんあったりもしますし、とにかくかなりイラストなりこのアートワークで楽しませてくれるし、アートワークだけなくテキストの方でも楽しませてくれるっていう感じの、ゲームの方があってます。基本的には本当ナード検定試験っていうぐらいかなり、コアなネタがたくさん入ってくるので、全てを全て理解するって難しいかもしれませんけど、ある程度オタク界隈に生きてるんだったら、まあこないもなんですけど、やっぱナードっていうとオタクカルチャーっていうのはある意味世界共通なんだなっていうような気持ちがあったりします。世界共通なんかなっていう気持ちがあったりしますので、その辺でまあアメリカに住んでいようが、ヨーロッパに住んでいようが、日本に住んでいようが、このゲームに搭載されているネタだったら、ある程度だったらすぐわかると思いますし、個人的にはこれあれあれなんだよねって形でついつい、元ネタに関して語りたくなるような感じの、結構そのマニアックな小ネタが、マニアックというか、狙いどころがいい、小ネタが入ってますのでそういうところを、まあ、目にしてニヤニヤ笑っていただくっていうのが、まあ、このゲームの楽しみ方かなと。本当に一人で、ニヤニヤ笑って楽しむゲームっていう点で、このダイスニティを、今回はお勧めさせていただきます。気持ちの良いゲームだったまあ安くなってからでもいいんで、ぜひともプレイしてみてください。よろしくお願いします。というわけで、これにて、本日は、ダイスニティの紹介を、させていただきました。ただいま15ドルですが、もしよければお買い上げのほどよろしくお願いします。